はい、お疲れ様です。恋愛 Q&A のおごるおごらない問題なんですけども、大体こう、なんですか、おごられっぱなしの人っていうのは、最近の若い人はなんか割り勘みたいだよとか言い出すんですよね。まあまあ、その、なんていうのかな、いろんな意見あると思いますけどね。まあなんか、私としてはまあ、男の子だったらちょっと頑張って、おごって当たり前ぐらいの気持ちでいればかっこいいんじゃないかなっていうところもあるし、まあ女の人はね、おごられる立場としてやっぱこうわきまえておくことがあると気持ちよくおごってもらえるんじゃないかなと思いますけども、なんかこのおごるのが惜しいと感じさせたら終わりでしょうね、きっとね。いやこれね、本当におごるのが当たり前だと思っても、なんかおごるの惜しいなとかね思うやついるんですよ。本当に思うやつって言ったらあれですけど、女性に対してね。いやでも本当あるんですよ、これは。まあ、一生言わないですけどね。かわいそうですからね。まあでも、ナミさんもありますか、あれ。なんかこう、おごってもらう立場なのに、あれ安いよっていうのはね、これあるんですよ。安いよと、安かろうが高かろうが関係ないだろうみたいな感じがするんですけども、まあ、もしかしたら、ちょっとでも、あれですよ、懐のことを考えてくれてるのかもしれないですね。まあだったらね、別に出してくれてもいいんだろうっていう気持ちにはなりますけども。まあそんなとこじゃないですか。やっぱこう、ずっと、ね、まあいろんな場面で、お金や恋愛とか、人生に関わることを見てくると、まああれですよね。まああんまり、こう、本音を晒しても良くないんで、まあ流れに合わせてってことになるんじゃないでしょうか。まあなんかね、それでいいんじゃないのと。あなたが思うならそれでいいんじゃないのということで丸くなっていくだけでございますということでございます。じゃあ次回、カメラネタよろしくお願いします。